はいどうもしめじです。今日はですね、シティウォーズのまあいろいろイベントがあるんですけども、各種イベントの、マルチに関するですね、まあ注意事項というか、知っておくべきことを話していきたいと思います。まずはですね、ライダーバトルイベントやランキングイベント、このシティバトルイベントなどでの、波及マルチ編ですね。まず最初にですね、まあ、めんどくさい方もいるかもしれませんけれども、やはり、挨拶をしましょう。よろしくとね、終わったらお疲れ様かね、頑張ろうとかね、まあ、そういうことを言ってありがとうってね、言えば、まあ、それだけでね、なかなかこう、モチベーションも変わってきますので、ライダーの戦いは礼に始まり、礼に終わります。そしてですね、できるだけボーナスライダーで参加しましょう。スコアアップのためなんですけども、ボーナスライダーが全然育ってないよって言ってね、逆に弱くて迷惑かけちゃうよとかじゃない限りはですね、できるだけこのボーナスライダー設定されたですね3人のボーナスライダーの中の1人を選んでね、やっていきましょう。なんとしても俺はこの推しのライダーじゃないと戦いたくないんだってね、キャラゲーですからやっぱりそういうのも大事だとは思います。そういうのじゃない限りは、ボーナスライダーで回った方がいいんじゃないか、あくまでできればですけどね。そして特攻じゃない TRK はなるべく打たない。これがね、まあ、結構ねやっぱり周回してなんぼのゲームなんで、まあ、高速周回している方もいらっしゃいますので、まあ、TRK 発動によるですねこう無駄な時間をね、仲間のためにも自分のためにもですね省いていきましょうということですね。まあ、TRK かっこいいんですけどね。あとまあ TRK をバーンと打った終了時に、まあ、敵からこう思わぬ猛攻をね食らって、死んでしまったりとか大ダメージを受けてしまうこともありますので、まあ、できるだけ、ただまあ自分のライダーがね危ない時にはまあ回避のために使うのはしょうがないかなと思います。あと TRK 特攻をね持っている人はもちろんスコアアップのために発動させていきましょう。そして発動した TRK には参加しましょうということですね。まあね、どんな TRK でもね特攻だろうが特攻じゃなかろうがもう発動してしまったらもうさっさと参加ボタンを押した方が早いし、ずっと待ってるよりねで威力も上がるしですね、まあ、その場の雰囲気も、悪くならないので、ガンガン参加していくようにしましょう。はい最後です。とどめ特攻は譲ってあげましょう。まあ、これもねできる限りということですけども、とどめ特攻持ちのまあフォームにねチェンジしている人がいたらですね、まあ、最後の一人の敵になった時にまあよろしくとかね、声かけしたりしてまあ譲ってあげるとまあいいかもしれないよということをですね、まあ、チャットができるわけじゃないんでね状況がしっかり把握できないので、まあ、戦いの流れとかねそういうのもあるので、まあ、すでに撃ってしまっている時とかもねあるので、まあ、ケースバイケースですけれども、まあ、そういう気持ちが大事かなと思います。続いてですねタイムバトルイベントでの波及マルチ編、まあ、こちらも、挨拶はね、ちゃんとしましょう。戦いというものは、礼に始まり礼に終わり、そしてこちらはですね TRK が必須です。特攻じゃなくても、まあ、ベストマッチじゃなくても何でもいいんで、まあ、必ず TRK は装備していくようにしましょう。そして、最初に出てくるもう固くて強いボスではなくてその後に出てくる通常のボスにね、まあ、何回か出てきますのでそちらのボスに TRK を発動させて倒しましょう。まあ、最高で、プラス19秒ぐらい加算されますので、まあ、ボーナスがあるのでね、絶対3人参加していくと。まあそれでもやっぱりまあ回線とかね、タイミングなんかいろいろな関係でまあ誰にも当たらなかったりとかね、雑魚の集団にしか当たらなかったりとか、もう大外れしてしまう時もありますけれども、まあそういう時はしょうがないですから、まあ、気にせずにドンマイとね言ってあげるようにしましょう。こちらも、人の TRK にはちゃんと参加しましょうというとこですね。先ほども言いましたけども参加人数が多いほど、加算されるタイムが増えるので、必ずこれはもう参加ボタンを押してガンガン参加していきましょう。そして、レイドバトルイベントでの上級マルチ編ですね。まあ、最近いろいろ修正も入りまして遊びやすくなったレイドバトルなんですけれども、まず特攻じゃない TRK は打たないようにしましょう。まあ、TRK 特攻が、ね、ある人はもうこれはもちろん一緒でガンガン打っていくべきなんですけれども、まあ、ライダーバトルイベント編でも言いましたように、まあ、時間の無駄になりますので打たないようにしましょう。レイドバトルの方はですね波及がなくてですね上級になるので、まあ、敵の攻撃で、まあ、ピンチになるっていうことも、まあ、そうはないと思うので、これはもう TRK 省いてサクサク周回していくようにしましょう。あとこれはですねマルチではないんですけれども、まあ、救援要請ありますよね。
救援要請は自分のシティの施設配置がバトルに反映されていきますので、最低限ボーナスライダーのスペシャル施設ですね、できればまあ学校病院とかねのバトル支援施設なんかも置いてあげた方がいいかもしれないです。レベルが上がっていくと、まあ、なかなかレイドボス強いですので、まあ、体力とか、きつくなってくる可能性もありますので、まあ、置いてあげるといいかなと、まあ、最低限はその攻撃ですよね、まあ、それぞれのライダー、まあ、ボーナスライダー3人分の、まあ、施設スペシャル施設ですね、こちらをまあ置いてあげると攻撃力が上がりますので、それぐらいはまあ置いておくようにしましょう。そして最後にですね、まあ、どの、イベントバトルにも共通なことです。これ大事なことです。属性は敵に有利なものにちゃんと変えておきましょう。これ当たり前なんですけども、まあ、ちょっとね、装備変えたりして、自分の属性が変わってることに気づかずに、まあ、マルチ入ってきちゃったりとか、そういうこともあり得ますし、もう本当、もう鼻から全然何も考えてないという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これはもう、与えるダメージというか、まあ、自分にとっても不利になりますので、まあ、せめて、ボスに合わせるか、まあ、雑魚に合わせるか、それはまあ、それぞれのね、戦い方のスタイルだとは思いますけれども、まあ、全く逆の属性であるとか、まあ、ニュートラルとかね、これはもうやめておきましょう。絶対です。そして、当たり前ですけれども、これです。放置や恋の回線切断、これはねもう本当にみんな迷惑しますし、気分悪くなるんで、もう絶対にやめましょう、ね、マルチで入ってきたんならもう放置はやめて一緒に戦いましょう。せっかく自分が仮面ライダーとなってね参加してるわけですから、一緒に戦っていきましょうと。まあ、こういった形で私がね、まあ、思いつく程度で申し訳ないんですけども、まあ、注意事項を、まとめてみました。まあ、これが、全て絶対ではないんですけれども、まあね、確かにリアルで急に何か起こっちゃうこともあるかもしれないんで、しょうがないところはあります。まあ、突然ねお母さんにね怒られるかもしれないので、あとスマホをちょっとやめときゃみたいなことを言われてしまうかもしれないんで、そこはもうまあリアル優勢はしょうがないんで、まあ、これらの注意事項をね頭のどっかに置いておきつつですね、まああまりギスギスせずにですね、シティウォーズみんなで、楽しんでいけたらいいかなと思います。ということで、今日は短いですが、こういったことを、一回ねちょっとまとめておきたかったので、何かね補足とかこれ間違ってるよとかありましたら、またコメントの方で教えてください、ね、そちらの方を皆さん、読んでみて、参考にしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。ティッティケティ。